グジアキラは大韓民国、中州市出身のサッカー選手。アルガラファ所属、元韓国代表、ポジションはミッドフィールダー。婦人高等学校卒業後、2007年に18歳で、チェジュユナイテッド FC でデビュー。1年目から16試合に出場し得点を挙げると、2009年にはレギュラーに定着した。 2010年1月には、プレミアリーグのブラックバンド・オーバーズ FC のトライアルに参加したが、移籍することはなかった。2011年1月、FIFA が発表した2011年期待の若手13人の1人に選ばれた。アジアカップ2011終了後の2011年1月31日、ドイツブンデスリーガの VFL ボルフスブルクへ移籍金200万ユーロ、 三年半の契約で移籍した。しかしその後スイススーパーリーグの BSC、ヤングボーイズがアジアカップ開幕前にすでに契約合意に至っていたと主張し、FIFA フフが調査に乗り出した。2012年1月の移籍市場で FC アウクスブルクへのシーズン終了までのローン移籍が決まった。2012から13シーズン終了後、ボルフスブルクへ復帰。 2014年1月18日、ボルフスブルクがケビン・デブライネを獲得したため、2年越しで求愛されていた位 FSV マインツレーゴに移籍した。ちなみに、クジャチョルの移籍金は500万ユーロとされており、マインツの歴代最高移籍金額である。2013年には、クジャチョルの獲得に失敗したため、代わりに150万ユーロで、 岡崎真嗣に加えパク地方を獲得した経緯があった。2015年8月31日、FC アウクスブルクに移籍した。各年代の代表に選出され、2008年2月17日の東アジアサッカー選手権の中国戦で A 代表デビューを果たした。18歳11ヶ月での代表デビューは、韓国史上8番目の若さとなった。 2009年には 2009FIFAU-20 ワールドカップに中心メンバーとして挑みベスト8進出に貢献した。2010年1月9日のザンビアとの親善試合で代表初得点を記録。2010FIFA ワールドカップでは予備登録メンバーとなり本大会出場はならなかった。AFC アジアカップ2011では代表メンバーに選出され、 グループリーグ初戦のバーレーン戦ではトップ下で起用されると自身初の2得点を挙げ勝利に貢献した。日本戦は PK 戦までもつれ、クシュゲル・アキラは韓国の最初のキッカーとなったが日本の GK、川島英二の構成部に阻まれ試合も日本に敗北した。それでも3位決定戦のウズベキスタン戦では得点を決め5得点で大会得点王を獲得した。 ロンドンオリンピックでは3位決定戦の対日本戦で勝利を決定づけるゴールを決めている。2013年6月、負傷もあり2014年ワールドカップアジア予選の韓国代表には招集されなかった。2014FIFA フフワールドカップの韓国代表に選ばれ3試合に出場アルジェリア戦でゴールを決めた。2019年1月、韓国代表を引退した。もともとは 守備的ミッドフィールダーだったが、韓国代表監督の超高来の下では、サプライズ的にトップ下で起用されていた。韓国代表前首相の僕知性は、テクニックがあり、前のポジションでも問題ないと評している。トップ下の選手としては、比較的身長があり、ドリブルを持ち味とする。代表などではボランチで起用されることもあり、ウィングもこなせる。 マンチェスターユナイテッド FC のファンであり、同チームのダレン・フレッチャーを目標の選手としている。2013年6月23日、チェジュ島出身の一歳年上の一般女性と結婚した、韓国代表でのグジアキラ。ありがとうございます。